町田市立南中学校は東京都町田市にある公立中学校。略称は南中。最寄り駅の成瀬駅から徒歩20分。最寄りの南中学校前バス停からは徒歩5分。成瀬駅側から見て町田街道を越えた先にある。校内にはシンボルとなっている欅の木があり、またスイートピーを香花にしている。温水プールがあり、市民向けに 有料で開放されている。部活動では、女子バレーボール部、水泳部、卓球部、女子公式テニス部、男子公式テニス部、ハンドボール部、陸上競技部、野球部が都大会出場を果たした。任期は1年で、毎年9月に生徒会本部役員選挙がある。主な活動中央委員会、生徒総会などの司会振興委員会活動任期は、 半年で4月と9月下旬にどの委員会に所属するかを決める。各学級から各委員会に男女1名が所属することになっている。また、風紀委員会、環境美化委員会、保健委員会、体育委員会、図書委員会、放送委員会、広報委員会のことを専門委員会と呼ぶ。中央委員会では各委員会委員長や生徒会、学級代表員の一部が集まって、 重要な事柄を処理する。そして、学級代表委員会は、それぞれの学年に分かれており、クラスのリーダーというような役割、ありがとうございます。